こんばんは。富山に勝利しました。やったいやー嬉しいですね。今シーズン初勝利を飾りました。そして、ここ福島市にある NCV 福島センターから生配信するのは今シーズン初めてです。今日は福島ユナイテッド FC の選手3人に来ていただいてますので、まあ、先日の試合の振り返り、そして、今週末に迫りました開幕戦の、話をですね、いろいろと聞いていきたいと思います。今シーズンも言ったことが現実になるんでしょうか。今日は、ゴール宣言など飛び出すんでしょうか。1時間近くお付き合いいただければと思います。どうぞ今日もよろしくお願いします。皆さんお集まりいただきましてありがとうございます。さあ、ユナテレ2019初ですよということで、こちらのスタジオには樋口選手、そして小牟田選手、そして石渡選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。いや、いろいろ聞いていきますよ。特に点数を入れた方はここにはいないいないんですね。ただ出場はしてみんなで勝ち取った勝利ですから。そうですね。いろいろとお話を聞いていきたいと思います。樋口さん、よろしくお願いします。お願いします。やる気ありますか。やる気に満ち溢れています。どうですか。あなた先輩ですから初出場です。初出演ですから2人は、まあ、引っ張っていく感じで、はい、よろしくお願いします。今日は僕は福島カラーじゃないことは、この冒頭で、お詫びしたいと思います。申し訳ありませんでした。間に合いませんでした、ユニフォームが。さあ、ということで、樋口さんのことは大体の皆さんお分かりだと思います。樋口さんもう何年目ですか。今シーズンで福島4年目ですね。4年目、もうベテランでしょう。福島もそうですね。まあ大体一通りは一通り把握したかなもうナビいらずでしょ、福島市内であれば。もういりませんね、そんなの。通りでじゃあどこどこのお店で待ち合わせだよって言ったらもう大体わかるでしょ。もう完璧です、ね。まあ我々行く店限られてきてますけどね、さあ、そして、まあ、小牟田さんからちょっといろいろお話を聞いていこうかなと思うんですけど、はい、いいですか。石渡さん先輩に譲ってもらって。いいだけちょっといいですか。飲みしてもらいたい。やめろやめろ、はい、ちょっと前回の放送が流れてるんで石渡選手の目線がどうしてもモニターに行ってますけれども、その辺はご了承いただければと思いますが、コム、お帰りなさい。帰ってきました。いや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 ね、はい、これどういう経緯だったんですか、福島は。そうですね、まあそのザスパ、まあ、契約満了になって、うん、でその時にまあその強化の人がもう声かけてくれて、うん、でもう行きますっていうことで。結構じゃあ早めに福島内々的には決まってた感じだったの、はい。その路頭に迷う感じはなかったわけ。路頭には迷ってないですね。あ、はい、もう早めに声かけてもらって、でも僕も、まあ、すぐ行きますっていう答え出して、うん、ということは福島のいたのってでも短かったよね、最初のレンタルっていうのはね。そうですね、夏からの半年間ぐらいですね、はい。そのイメージは良かったっていうことなの。いや、そうなんですかね。ね、はい、嬉しいことに。おどうですか、福島は戻ってきて。いや、寒かったですね、最初はまあ、確かに群馬ね、まだあったかいもんね。まだあったかいですね。もう雪ばっかだったんで。そうだね、はい、でもなんかこれでも少ないって聞いてたんで。今シーズンは少なかったんだけど、はい、相変わらずの16年間の雪かきから始まり、ね、はい、恒例の体育館での練習。そうですね、というところで福島、あ、帰ってきた、福島来たんだなと。来たんだなって感じしましたね。そっか、夏から冬にかけてだったから、はい、まだその辺は分かんなかったんだ。1月2月がもう全然分かんなかったんで、うん、こんな寒いんだなと思って。寒いんですよ、はい。ただサポーターさんあったかいですから。サポーターの人あったかいですね、ね、はい。ちょっと得点も期待してますよ。はい、頑張ります。本当によろしくお願いします。はい、お願いします。ということはもう背水の陣というか。そうですね、もうやってやるっていう気持ちで、はい、もう覚悟を持って。あら、やりますよ。どうですか、樋口さん、それ聞いて。涙が出そうですねそれ嬉しくてってことですか。嬉しくて。ああ、よかったよかった。心にも思ってるんですね。ちなみに2人は同い年。同い年です、うん、ね、今年27になる。はい、92年7月18日生まれ栃木県出身なんだね。栃木ですね。栃木のどこなの。佐野です。あ、ラーメンのね。ラーメンですね、はい。じゃあ結構、北関東道、東北道ということで、はい、結構近いところにいるんだね。そうですね、出身から言ったらね、はい、そうですね。いや、ようこそ福島来ていただきました、はい、怪我なく1シーズン、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さ
さあそして、ガン、ガン渡り、いや石渡です、あ石渡、ガンじゃないです、ガンじゃないですけど、はい、ガンとは読めないです、ね、あそうですか、はい、朝日さんですね、はい、そうです朝日です、はい、石渡さん、はい、ようこそ福島へ、ありがとうございます、神奈川大学出身ですよ、そうですね、ということは、去年引退しましたけど、カモちゃんも、鴨志田さんです、鴨ちゃんとは言えないです、ね、そうですね、はい、鴨志田さん、大先輩なんで、いました、鴨志田さんいてで、寺前さんもそうですね、コウタ君、星コウタ君がいて、うん、寺前コウタ君、ダブルコウタで、次僕ですね、はい、じゃあ結構その神大時代から、はい、福島ユナイテッドっていうのは、まあ、そうですね、やっぱり先輩方がいてたんで、うん、まあ、試合もチェックして、うん、まあ、まあ出て、コウタ君とかは出てたんで、うん、出てるなって見てましたね、で、結構いつぐらい早かったの、僕は夏ぐらいに練習に参加させていただいて、うん、まあ、そうですね、夏の間にもう来てくれないかっていうことで、お、はい、早かったんだね、そうですね、うちのスカウトというか、まあ、ベルマーレとの一緒に、まあ、やっぱりその先輩の寺前くんがいたんで、ね、多分それで多分見てくれてたんで、へえ、っていうところで、はい、ちなみに出身は神奈川県でのどちらですか、横浜じゃないってことですよね、神奈川県で、横須賀で、今住んでるのは湘南の茅ヶ崎っていう、茅ヶ崎なんだ、はい、やっぱ川越えないんだ、平塚の方行かないんだまあそこは川越えてないですね、はい、川越えてくださいよ平塚住んでくださいよ、あそうなんですね、はい、じゃあ東北に縁っていうのは、いや初めてですね、本当に福島が、へー、本当にコム君が言った通り本当寒くて、うん、全然雪降ってないと言われて、うん、これで雪降ってないのって驚きました、ね、最初あじゃあ車運転する、あしてます、冬タイヤっていうのも初めて、初めてですね、あ怖かったです本当に、そうだよね、はい、運転ね、しかも凍結もするしね、いや気をつけてください、まあまあこれからはそんなに多くはないと思うんだけど、油断した時に来るから、本当ですか、うん、もうそろそろ変えようかな、もうないだろう、いやそういう時でだ、ね、まだ変えたらダメですか、この間の雪が最後っぽいんだけど、まだ油断しちゃダメ、うん、まだ3月だから言っても、どうしました今ピッピッピッってなりましたけれども、ちなみに、神奈川大学、まあ、静岡学園、はい、静学、はい、名門ですよ、これ選手権とかその全国大会はどうだったんですか、僕が2年生の時にあの夏の総体の全国に出て、3年生では選手権に出ました、そのベストいくつとか、2年の時はその1回シードで初戦敗退で、うん、ベスト32だったんですけど、うん、3年生の選手権はベスト8で、あら、すごいじゃないですか、履歴が。ちょっと、樋口さん、教えてください、樋口さん。そんなもん、選手権、そんなもん、高校どちらでしたっけ滝川第二。滝川第二ですね、選手権出たことありますか、まあ、もちろん。3年生の時、あなたたちのチーム、選手権でベストいくつまでいったんですか、まあ、ベスト8とか言ってたら、鼻で笑うくらい、ね、8チームもありますからね、あれ樋口さんはどうだったんですか、最後負けてないんで負け知らず、なんか勝ってあ優勝されてるんですか、なんかいつの間にか優勝あれその時の得点王って誰ですか、なんかポンポンポンって入ってたら、なんか勝手に勝手に得点王になんかなってたんですよね、いやいやいや、だから樋口ね、実は僕も、はい、立証出てるんですけどね、あ実はその同じ大会ベスト16だからなんかすごい鼻で笑われる多分笑うまでもね笑う実際試合とか してたのその時は、してないです、お互い知らなかったんじゃん、はい、あじゃあプロになってお互い知るようになった感じ、いやなんかその後のその選手権の優秀選手がその選抜で海外とか行くんですけど、うん、その選抜で一緒に、あら樋口さんそれも選ばれたんですか、コムタさんがなんで選ばれてたの、一応ねギリギリのところで入りましたね、あのね、はい、黄色と黒の縦ラインですか、あそうです、前橋ですからね、はい、石渡さん、はい、やっぱりこれからですよ、じゃあ新しいリザルトを作るの、もう言えないですね、選手権は、はい、選手権言わないでください、もう言えないです、言いますから、はい、うちには、はい、言えないです、もう最強のリザルト持ってる方がいますからね、はい、自慢なんかもうできないできない、はい、あの誰もサッカー選手がいないところで自慢してください、ね、こっそりそうちなみに、なんて呼べばいいんですか、我々は石渡選手は朝日で、朝日、はい、いい名前ですね、これね、長男ですか、次男です、次男ですか、はい、次男ですね、次男です、何型ですか、
大型です。あ、大型ですか。あれコムも大型じゃないですか。大型ですね。あら、あれ樋口さんは A 型です。あ、 A 型ですか。あなた A 型ですか。見たまんま A 型です。あ、そうですか。見た目 A 型じゃないけどね。なんかね、ぼーっとしてますけど、今日はあの主役はコムタさんですから。もちろん、はい、そうなんですか。今日なんかあの話がちょっとブレて、はい、よそに行ったら必ずコムタさんに返してくる。事故を、はい、僕がこう戻せばいいんですね。そうそうそう。いや、あなたは動かないでください。あ、僕が動かなくていいですか。あなたが動くと、はい、ちょっと変なところに行くそうなんで、ブレずにお願いします。はい、はい、なんせあなたはもう帰ってきたんですから。そうですね、関係あるか分かんないですけど、それは。そうです。いやいやいや、今年頑張ってもらわないと。朝日にはもうやっぱりブレイクしてもらってね。で、樋口さんには安定の。いや、まだまだ僕、ブレイクしたいと思って。安定のね。ちょっとあの高校時代がピークだっていう噂ありますから、それをちょっと乗り換えてください。そこはその壁は毎年私がね、そこ乗り越えていきましょう。よろしくお願いします。どうでした、朝日、あの試合出て。いや、緊張しましたね。最初の藤枝戦はやっぱり、うん、これが自分でデビュー戦だっていう、高ぶってて、うん、すごい緊張して思うようにいかないことも多くて、うん、まあ、これがプロなんだなって実感しました。それはありました、やっぱり。ありました、ね、やっぱり。それいつ言う、あの松田監督っていつ言うの、そのスターメンみたいな。まあでも遠征だからね。行くメンバーは前の練習ぐらいでちょっと、うん、出るかなみたいになるんですけど、うん、やっぱりいざピッチに立ってみたらやっぱり、震えたりした。いや、震えまではしなかったですけど、やっぱり心臓バクバクして、はい、あの先輩の寺前さんはやっぱり緊張、かなり緊張されたっていうのね、一番最初に出た時は言ってましたけど。じゃあでも体は動いたの。いや、体はもう動かしました。なんで、どうですか、そういうの覚えてますか。覚えてますよ、デビュー戦は。そういうの覚えてます。緊張しました。その辺はあんま覚えてない。ちなみにあなたのデビュー戦っていうのはいつですか。清水時代ってことですか。清水の時はもう全然酔ってなかったんで、その辺。2年目に岐阜移籍して、なんかめっちゃ雨の中やったんですよね。へえ、覚えてんだね。一応なんか記念みたいな感じですかね。ちなみに小牟田さんは覚えてますよ、僕も。いつですか。僕1年目の3節か4節ぐらいだと思います。その、まあ、群馬でしょ、はい、デビューが。そうです。でその時の群馬ってすごい選手いっぱいいたよね。いましたね、はい、うん、まあちょっとすぐ名前が思い浮かばない。大変申し訳ないんだけど、はい、いたよね。いましたね、はい。こう育成のね、はい、レベルで1年でもうどんどん取られてたもんね。あ、そうですね、いろんなとこ行きましたね、みんな。あ、今緊張しました、その時は。そうですね、緊張しましたね。へえ、やっぱ。で今回、福島ユナイテッド帰ってきて試合出ましたけど、はいはい、やっぱりその新鮮な気持ちってあります、はい、ありますね。でもなんかもうその藤枝の時は、うん、失点してすぐ出たんで、うん、なんかもうそれどころじゃなかったかなっていう。あ、もうなんかとりあえず点取んなきゃみたいな感じ で、うん、で点は取ってない、取ってない、はい、その取ってない組が来てるんだよ今日はね。あ、そうですね、まあ、朝日はね、取りたい気持ちはいっぱいです。やっぱり後ろから狙っていくと、はい、取りたいです。いや、本当期待してますから、よろしくお願いしますよ。今日はあの皆さんにです、どうしました。いやいや、どうしました。ちょっと、小小野田さん、どうしました。小野田です。あ、小野田さん、小野田さんってか。今日もですね、あのツイッターでハッシュタグユナテレで、質問などお待ちしてますんで、ぜひつぶやいていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、1回目は監督が出てちょっとイレギュラー的だったんですけど、今回またここで戻ってきましたので、今日はいろんな話をしていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。お願いします。ちなみに小牟田さん、趣味とかあるんですか。趣味ですか。はい、そうですね、漫画読むとか。あら、はい。最近はどんな漫画。いや、最近なんかもうスラムダンクめっちゃ読むんですよ、僕。何回も読むんですよね。あなたなんかあれですね、好きな言葉何でしたっけ。なんかありましたね、好きな言葉。はい、ありますね、諦めたらそこで試合終了ですよ。あ、なるほど、はい、安西選手のやつ。はい、バカにしてんね、なんか。でもスラムダンクとか朝日分かる。いや、僕も、はい、治療院にあったんで、中学の時の。へ、しっかり見てました。あ、そう、はい、漫画とか見るタイプですか。漫画も大好きです。あ、そう、はい、趣味は。趣味は
まあ、僕も漫画読むことも好きですし、うん、ゲームも結構好きです。あ、そうなんだ、はい、え、何？携帯のウイレやったりとか。へえ、はい、結構好きです。どこのチーム選ぶの？僕ですか？僕はパリ・サンジェルマンとか選んでたと思います。かっこいいと思ってたの。じゃあ時間があると、はい、結構ゲームもやったりします。うーん、コムは？ゲームですか、うん、ゲーム、まあ携帯ゲームたまにやるぐらいですかね。ちょっとコムって本当謎なんだけどさ、はい、独身でしょ？はい、独身です。オフの日とか何やってんの？それなんですよね。いや、それなんですよ。なんか謎なんだよね。なんか全然イメージが湧かないの。はい、もう僕も友達いる？友達がなかなか。このチームでこう仲いいっていうメンバーは誰になる？いや、まあでも同い年は仲いいと思ってますけどね、僕は。そうなんですか？いや、違う。樋口さんは帰る家がありますからね。はい、そうなんですよ。家庭がありますから、はい、結婚してるんで、うん、だからなかなかそのオフの人がもう会えないじゃないですか、うん、あったりコータ。あー、コータね。コータが同い年なんで、うんうん、僕も別にオフの日遊んだりはしないですね、一緒に。あ、そう、はい、何するのよ、だって1日オフっていう日があったら。もう基本一人なんで、オフは一人で。みんなでもね、究極一人だから、はい、その一人アピール大丈夫だよ。大丈夫ですか？だから何したらいいんですかね、教えてほしいです。もう何したらいいか。今までのオフだったら例えば家にいるの？今、あ、そうですね、家いるか、うん、まあ、カフェ行ったりとか。カフェのちょっとおしゃれ。ちょっと立ってるとあれだ、モデル風だもんね。いや、まあ身長高いだけですからね。いやいや、でどこのカフェ行ったの？知ってんのかな、みんな、うん、あのスターバックス。スターバックス行けるんすか？スターバなんか僕注文の仕方わかるんですか？いや、まあギリギリ覚えましたね。あ、そういう個人のお店じゃなくて、まあ、まずは、はい、まあまあ、入りやすい、なんかそれスターバーね、はい、サイズ S、M、L しか知らないですよ。 S、M、L あの、あるよね、なんだっけ、ベンティとか。あ、知らない、そんな。僕も知らない。あ、知らない、みんな。ベンティって あんま有名じゃないですね、やっぱスターバックスは。あ、スタバに行ってんですね。スタバも行きますね、はい。福島だと、だってスタバってどこですか？駅と？駅しかない。まさかマニアックに医大病院までわざわざ行かないですよね、なんかね。医大病院、病院のスタバにわざわざ行くのはちょっとやめてください。落ち着けないですね。ちょっとまあ、あれはあれでやっぱ患者さんにとったらもうプラスですけど。まあそうですね、あそこまで行かないですね。え、映画見たりはしないんですか？映画、一人映画はしたことありますね。え、あるの？はい。あるんだ、はい。でもわざわざ、まあ、行こうっていうそのチョイスの中には上の方には出てこないんだ。そうですね、でも嫌いじゃないですけどね。自炊は？あ、自炊します。あ、ご飯はじゃあ自分で作って。はい、まあ、外食の方が多いですけど、うん、たまにします、気分が乗ったら。で、何作るんですか？生姜焼きとか。あ、生姜焼きね、失敗しないからね、はい、生姜焼きってね、はい、もうやっぱ安牌に、もう簡単な醤油ととりあえず生姜ぶっ込んどけば、はい、そんな失敗しないからね、はい、あれはね。ご飯吸いますし。ああ、ご飯、お米も炊けるんですか、自分で？いや、炊けますよ、洗剤とかで洗わないですからね。あ、そうですか、はい、お母さん炊けてます。炊けてるよ。炊けて、洗濯は？洗濯もしますよ、自分で。はい、結構きっちり畳む方ですか？いや、適当っす。そのまま干してそれを着るってタイプですか、それと？そうっすね、もう練習着とかはもうそんな感じです、うん、あ、私服とかはまあ畳みますけど、うん、そんなきっちりは畳まないですもん。部屋は綺麗なんですか？綺麗。本当なんかコムのことばっかり聞いてるんだけどさ、すごい軸、やっぱ軸になってますよね。気になるよね。綺麗な方じゃないですかね、はい、多分。割と綺麗好き。何畳ぐらいの部屋住んですか？何畳だろう。1L で、ね、はい、多分10畳、7畳、8畳ぐらいの、はい、差がんな、それな。聞いてます？ね、つまらんから。いや、小牟田さんにそれを求めてませんから。真剣な話だよね。そう、今日はコムを我々いかにして、で、あの試合で、あのコムがと、あ、はい、もっと親近感湧くっていう日ですから。コムタスペシャルですから、今日は。5時。いや、自炊してるっていうことですよ。趣味がないっていうことなんで、ぜひ皆さん、いろんな福島 あのいいスポットなんかあれば教えてください。ぜひ。で、ドライブとか自分で？あ、行きます行きます、はい、行きますよね。はい、ぜひね、もうどこでも行くんで、ね、はい、よろしくお願いします。本当一人みたいです。本当に一人みたいな。本当一人みたいなんで、よろしくお願いします、はい。
じゃあ朝日は僕が今寮で、ね、休みですか、休みの時ですか、うんうん、そうですね、やっぱ大卒が寮にいっぱいいるんで、うん、やっぱ何かするにもその大卒組の諸岡とか幸恵とか、はい、幸恵ねいつも何かしてますね。で部屋に集まってとかもあるわけ。あ、そうですね、やっぱゲームとかもしたりしますし、まあ、ほぼ基本自炊も一緒にやりますね。やっぱ3人で作った方が安くなるんで、まあ、そうだよね、はい、して楽しいよね。はい、楽しいですね。それ何班なの？何班ですか？僕結構野菜切る班ですね。あ、野菜切る班ですね。カット系ね、はい、味付けは誰？味付けはもう味付けされてるものしか買わないんで、あの鍋とか。あ、なるほど。あ、まあ、自分たちで味付けすると成功しない可能性もあるんで、うん、そうだね、さすがリスクは避けてるよね。リスクは避けて、はい、しっかり。あ、楽しそうだね。楽しいですね。小本さんは一人なんですね。誘ってくれてもいいけどね。あ、そうですね、なんかね、はい、行くかは分かんないですけど絶対来ないですねその感じは。え、まあコータでしょ。コータの話だけど、コータって結構甚大だから、どうなの一緒にやってて。僕でも一応入れ替わりだったんで、直接的にはコータ君とあんま絡みなくて、うん、初めてここに来て、あんまりそんな甚大だからとかはなくて。ああ、そうなんだ。そうですね、寺の方がじゃあ一緒にやってたんだ。そうですね、一個上だったんで、もうすごい近い、仲良くさせてもらってるって感じです。へえ、ね、でみんなでワイワイ、じゃあ今結構楽しいですか？はい、楽しいですね、充実してますね。小本さんどうするの？楽しいっすか？いや、楽しい、心配になってくるんですけど。楽しいっすよ、一人いても。はい、まあみんなとの方が楽しいっすけどね、絶対。、はい、ね、まあこれから暖かくなってくるんで、はい、でシーズンもねもう始まったばっかりなんで、はい、もうサッカーも充実してくると思います。そうですね、暖かくなれば、そうですよね、選手のみんなもそうです、ね、暖かくなってくると思うんで。ちょっと樋口さん誘ってもらっていいですか？樋口でもたまに誘ってくれる。どうしようかな。あ、誘ってくれる、はい、飯行こうって言って、優しいんで。優しいですね。見たまんま、おボソって言うらしいですね。今日バーベキューやりまっかみたいな。誰も聞こえてないです。ボソってボソって言って、で自分で火とかいろいろ準備するんでしょ。そうそうっす。火が意外とね、そういうことやってくれるっていうことなんで。意外とっすか？いや、なんか意外でしょ、うん、見たまんまっすよ。あんまそういうのやらないのかなと思ってたら、バーベキュー好きなんだね。そしてね、バーベキューアウトドアですから。なんなんですかね、今までの、こんなでしたっけ、ユナテレって。こんなに静かでしたっけ、今まで。もっと喋るんですか？もっと喋るんですか？こんな静かだったかな。まあでも今日は、まあ、そういう回で、そういう回でしょ、はい、ね。いや、ツイッターにいっぱい来てるんだと思うよ、質問が。見てみますよ。ツイッターもね、そんなに来てないですかね。いや、来てます、来てます、はい、ああ、こういうの来てますから、後でちょっとね、あの紹介したいと思います。それなしにか、なしにか、ビラケフシー来てますから。その質問ちょっと後でね。よかった、あの朝日さんと小牟田さんって2人、樋口さん来てませんから大丈夫ですね。後で、紹介していきたいと思います。じゃあ、この空気を壊したいと思いますので、開幕戦、いよいよホーム開幕戦が3月24日日曜日迫ってまいりました。そのホーム開幕戦、どんな内容なのかというのをですね、今年もこの男に紹介してもらいたいと思います。福島ユナイテッド FC の営業のキム・コンチョンさんに登場していただきましょう。よろしくお願いします。じゃあちょっと椅子詰めましょうか。はい、キムさん入っていただきましょう。こんばんは。こんばんは。今日はスーツなんですね。そうですね、今日ちょっと営業帰りで。いやー、キムさん、なんすか、こんな感じでしたっけ、ユナテレって。いやー、ちょっと僕のチョイスミスかなっていうところがありますね。やっぱり申し訳ない、本当に。まあでも今日はコムタスペシャルですから。そうなんですか、それがいけないんじゃないですかね。そんなことない。そんななんか掘り下げても面白くないですよ。いや、見ようよ、それ。何とか出てくるのかなと思ったけど、何にも出てるでしょ。空っぽでしたでしょ。空っぽじゃないです。点決めればいいんです。いや、そうなんです、それは。そうですね、そうなんです。今シーズンは点は2桁、はい、2桁言ってください。取れなかったら、ここで言う。なんかあんま、もう言う、いや、そんぐらい覚悟決めな、はい、もう。とりあえずじゃあユナテレで金髪に染めましょう。ここでハードっすね、なかなか。1時間もつけとけば多分金髪になると思いますから。あの、OK、ちょうど多分シーズン終わったら寒いですから、確かにそうですね、お水用意して、
外で流してね。なんかハードな罰を用意して、あのスラムダンクもう一生読めないぐらいのな感じで行こうかと思ったんですけど。もうハードに行きましょう。なかなかハードですね、それぐらいやっていきたいと思いますよ。よろしくお願いします。さあ、3月24日、はい、いよいよ初めてだな、 J3 が始まって3節目でホーム開幕っていうのはでしたっけ。初めてだと思う。こんなになんか準備してなかったの初めて。毎年あの開幕戦第1節がホームかアウェーかはまあ入れ替わりで来るんですけど、アウェーって来たのは初めてかな。だから今回は最終戦が12月に入るでしょ。で、ね、最終節ちょっとそれが不安。雪じゃないギリギリ大丈夫じゃないですか。大丈夫だけど遠さが寒いからね。それより僕はあの4月に入ってどか雪が降らないかっていうのが心配ですけど、ね、それはねちょっとね心配。まあそのことじゃないんですよ。3月24日のことなんですよ。そうなんです。3月24日のこと話しましょう。はい、はい、3月24日福島民放スペシャルマッチになっております。アスルクラロ沼津を迎えての、はい、ホーム開幕戦になります。サポーターの皆さんが目指せ3000人ということで、いろいろ SNS などで、あとはあの駅前でチラシを配っていただいたりとかしていただいて、ね、本当にありがとうございます。さあいよいよ、ね、近づいてまいりました。何があるんですか。ざっくり、はい、ざっくり振られるね。 何があるんですか。そんなざっくり振ってましたっけ、はい、まずあこれは言っとかないと、はい、茂木ひろとさんの。どうしたんですか茂木ちゃん。引退セレモニーがございます。あら、もぎちゃんの。もぎって知ってる？あ、知ってます。どんなイメージ？もぎちゃん。イメージはないです。ないってなんてことよ。もぎちゃん。七番っていうのは。七番は。もぎちゃん静かだからな確かに。もぎちゃんね。今度はあの太めの針を打ってもらいましょう。もぎちゃんに。ぜひぜひお願いしたいです。もぎちゃんの引退セレモニーやれなかったからね。そうですね。うん。あございます。ご、はい、挨拶と花束贈呈、あとサンクスウォークを実施します。はい。じゃあ11時55分ピッチ前で行います。11時55分だから中ですね。そうですね。中でやります。はい。はい、その後に、すいません。その前に11時20分から場外ブースでサイン会行います。あ、もみちゃんのサイン会。はい。はい、ありますのでぜひご参加ください。ください。無観客試合にならないようにね。まあ、あの今日は僕のチョイスミスでちょっとそういう危険性もあったんであれですけど、もぎちゃんは大丈夫です。大丈夫ですね、はい、もぎさんは、はい、僕もちょっとサインもらおうかな。もぎちゃんに。いや、もらっといた方がいいですよ、はい、福島のレジェンドですからね、この間あの J ビレッジでもぎちゃんと一緒に仕事だったんですけど、アンダーアーマーのジャージ着てました。大丈夫ですよ。あ、似合うなと思いましたこれ生配信、ね、生配信。いや、大丈夫です。あの今お世話になってる治療院さんのジャージが。ああ、そうなんですね、はい、決してこういわき FC に行ったっていうわけで。わかりません、あの渡辺匠ライブがあるかもしれません。あの裏切り者の渡辺匠ですか。渡辺匠ライブがあるかもしれませんけど、はい、ね、来てましたっていうことをここでご報告させていただきます。とっても似合ってました、さあ そしてもぎちゃんの終わったのは何ですか。まあ、来場者プレゼントがございます。まず福島民放様より、はい、コラボミニフラッグを400名様に先着でですね、配布いたします、はい、あと JA 全農福島様より葉山高原豚のふりかけ。やった、たまに欲しいんですよふりかけ。2000名様に2000名、はい、はい、先着でお配りしております、はい、葉山高原豚知ってますか。知らないです。これはですね福島県のブランド豚ですね、はい、葉山っていうのはあの郡山エリアのとっても美味しい豚肉です。すごくなんか体にもいいみたいですね。あ、本当ですか。どんなところが。それはちょっとあの分かんないですけど。いや、誰かが言ってました。そうね、誰だっけな、うん、それ詳しく調べてください、ね、次回までね、はい、ふりかけ2000名様です、はい、そしてあとは、ハーフタイムに、はい、と、11時半からですね、郡山高校のチアダンス部のへブルースパークルさん。珍しい、チアダンスって初めてじゃない。そうですね、昔 JFL とかその時はね、チアの子いたから ね、 そうですね。でも全国大会にも出場するほど。あ、そうなんだ、はい、すごいです。へえ、見れないんだね3人は。いや、意外と見れるんじゃないですか。見れる。ハーフタイムだから無理ですね。
ハーフタイムは見れないね。あと試合前は場外ステージなんで。あ、そうね、見れないです。悔しいな、悔しいです。僕らだけ応援しよう、ね、一緒に踊らないんですか。踊れないでしょ踊れないでしょ。あのチアダンスの格好して本当に申し訳ないでしょ。そうですね、高校生一生懸命やってるの、はい、申し訳ないです、ね、おじさんが入ってもしょうがないですよ僕は、ね、結構そういう空気は読めると思いますよ。いや、意外と面白そうじゃん。いやいやいや、ね、高校生が森さんも入れて、おじさん森ちゃん入れてやろうよ、これおじさん3人で。それはめちゃくちゃもろいですね。結構面白いと思うんですけど、ね、ただ怒られると思います。怒られると思うんですね、各方面から。思い出を怪我したくないですさあ、そしてはい、あとは、はい、あのチームアズワンの募金も行っております。はい、ぜひ12時から12時半の間でコンコースで行っておりますので、そちらもこれじゃあ選手も出るんですか。はい、そうですね、はい、ここに出てる選手はだからその日は試合は出れないっていうことになりますからね、はい、そうです、頑張ってください。頑張ります。募金は大切ですけど、募金は大切です、はい、ぜひ、はい、ぜひご協力お願いします。はい、はい、今回はあとはラジオの放送もあります。 FM ポコ、 FM ポコ、はいはい、あとあの貸し出しも行っておりますので、それを聞きながら、はい、観戦もしていただけると、うん、かなり楽しいみたいですね。そうですね、やっぱ好き勝手言ってるのかなっていうユナテレより好き勝手言ってるらしいので、はい、じゃあゲストは、ゲストはキス君、ひょっとしたらねかもしれません。まだその情報は入ってきてないんですけども、はいはい、そういうところですか。そうですね。あ、すごいですよこれ。今回マン・オブ・ザ・マッチに輝いたら JA 全農福島様より、はい、福島牛サーロイン2キロが。おお、これはバーベキュー好きにはたまらない。バーベキュー好きにはこれはたまらない。2キロ来たら惜しいっすね。ねえ、これはいいんじゃないですか。頑張ってください。ねえ、ディフェンスでも関係ないですから、勝てますからね。そうですねまずは勝たないですね。まずはそうですね。確かに沼津さん負けてないけど勝ってる感じもですね、あまりないですからね、ホーム開幕戦重要ですから大事です、はい、なんかあの新商品とかないですか。新商品で言いますと、はい、2019シーズンのユニフォーム、はい、オーセンティックユニフォームですね、販売しているので、はい、ぜひちょっと値段の方が 12,960円となっております。もうちょっと安くならないんですか。あの会社を経営されている方はあの領収書を切っていただいて。そうですね、はい、領収書を見てください。そうです、はい、領収書がありました、はい、確かに領収書というか魔法の紙があるので、経費でね、はい、ね、藤原さんも数々ご利用のいろんなお店で、はい、接待交際費がすごい多いって言われてます、ね、とにかくこの部分を利益にしましょうって言われてます。そうですね、はい、言われてます。ぜひご活用いただいて、ね、はい、しょうがないんです、はい、もう仕事ですから、はい、本当に仕事なのか。仕事なんです、仕事なんですね、これは分かると思います皆さん、はいはい、で、あとはあ、それぐらいですね。そうですね、今回は新商品もね、まだまだこれから続々と出てくると思うんですが、はい、あとはもうあれ言っちゃっていいんじゃないですか。あれって何ですかあれって言われてもね、あれ、あ、確認するのあなたしかいないんだね。言っちゃっていいんじゃないですか。もうユナテレ、せっかく生配信でこうして来ていただいてるんですから。あの茂木ひろと関連の、そうです、茂木ひろと関連のやつ、ちょっと事務所にも入られている方なんで、リリースまだですね。そうですね、もぎちゃんを応援したいという方がですね、はい、いらっしゃいまして、はい、でゲストで一応来る予定になっております。あ、はいはい、はい、これは明日以降リリースになるのかな。そうですね、はい、随時報告されると思うんですけども、はい、スペシャルゲストは、そうです、すごく楽しい方、サッカーやってて、はい、お話も楽しい方で、はい、あの一緒に西寄りのね、そうですね、関西で、一緒にサッカーやってたっていう。僕インスタフォローしてるんですけど、そのインスタもめちゃくちゃ面白い、面白いですね。あれだからなんて、まあいらっしゃるということですね。あの藤原和弘の仕事が奪われないか心配なんですけども、いや、いいと思います。本当取られると思います。でも僕も一度一緒にお仕事させていただきましたけど、とってもいい方で、うん、はい、ぜひこれもトークショーになるかな、ひょっとしたらね、まあ、サッカー教室も一緒に茂木選手と、選手じゃないな、茂木氏と、茂木鍼灸師と、茂木鍼灸師とやるわけですね。鍼灸師鍼灸師ですね、鍼灸師と一緒にサッカーをやれると、はい、はい、いうことです、はい、これぐらいですか。
そうですね、ホームゲーム情報は以上になります。はい、あとまあ勝てばですね、あの和テイストイタリアンお膳立て増蔵さんで、はいはい、これサービス受けられますし、ます、あと試合終了後リーズ・ザ・オーシャンあります。あ、今シーズンも継続です、もちろん。はい、ゴミ拾い活動やりますのでぜひご参加いただければと思います。はい、じゃあこんなに静かでしたっけ、ユナテレって。いや、もっとわちゃわちゃしてたようなチョイスミスですね話さない、無趣味、うん、で無趣味、新卒だから気を使ってる気使ってんの。いや、気使ってないですよ。でもちょっと先輩に気使ってんじゃないの。まあまあ、でも軸がコム君なんで、ね、そうそうそう、いや、あんまりべしゃりしない方が。彼はね、本当にあの前駅前の方でちょっと募金活動をやったんですけど、うん、3月10日だっか、うん、そうですね、はい、すごい声出して、やっぱり大事なんで。さすがだね、しっかり。僕がこんな若い時なんかも、もう最低でしょ。おい最低だと思うよ。こういう姿を見てやっぱいい子だなと思いましたね。僕らもだから刺激になるでしょ。はい、大卒選手でね、まあ、やっぱりこう我々とは違うタイプの人間。そうそうそう、もう期待は来世だから。期待はもう諦めた、うん、もう来世はこうしたい。諦めたら試合終了だよってちょっと言ってあげた方がいいんじゃない。だから来世はもう絶対輝くんだもう今世はね、もうこのまんまおでこ輝いてますよねそれはね、ちょっとこんなに喋んないんだと思って、ちょっと本当汗がすごいドラが入ってきてくれて本当良かったなと思って、この間樋口なんか一言も喋ってないから水ばっかり飲んで、水そんな喋ってないから乾いてないぞ口、早く終わってよそれも。これあと20分は時間欲しいのにもうずっと喋ってるからね。じゃあいいですか、ドラさん。なんですかね、この終わる時早うされやみたいな雰囲気絶対なんだで、そのくせ話すかって思ったら全然話さないですよね。早く帰ってもらっていいですか声ちっちゃいし、もう今日だからマイクこれだから声張らないとダメなんだね。わかる、オッケーオッケーオッケーをもっと張れ、ね、そんなだからインフルエンザになっちゃうのよ。知らないですちょっと動揺したちょっと今かなり暇だったんですよ何やってんの。いや暇でサッカーばっか見てますわと、ね、今大丈夫ですね、予防接種してもまだまだインフルエンザもあるかもしれませんので気をつけてください。気をつけてください、気をつけてください皆さんも。じゃあドラさん、そんなところで、はい、キックオフはちなみに1時、1時になります。はい、開門が11時ですね。11時です、はい、はい、まずは場外からイベントが始まって、で場内でもぎちゃんの引退セレモニーがあって、はい、そしていよいよ沼津戦となります。ぜひお越しいただければと思います。ここだけの話、選手紹介の選曲昨日やりました。もうギリ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 、ええ、特感です。あ、もうできました。でも映像班に送ったんで、それがどうなるか映像の方ももうちょっと早め早めにやりたい。やりたいんです、やりたいんです。でも年度末でバタバタしましたね。あ、確かにこの時期はね、はい、藤原プレスの方が、僕じゃなくてその映像、あ、映像のそちらの方がですね。そうなんですよ、式典とかいろいろありましたから、今絶賛制作中です。あと4日、こうご期待ということでね、はい、どういう風になるのか僕も分かりません全く分かりません。いろんなショット撮ったでしょ今シーズンは。撮りましたね。なんかシュートしてるみたいな、めちゃめちゃでしょ、いろんなパターンがありましたけど。そうそうそう、お願いしたの。アックスビルにももうね、展示されて、アックスビルご覧になりました皆さん、福島市の。いや、あれ嬉しいよね。いや、もう NCAV さんにも本当にこうご尽力いただいて、モニターを設置していただいて。そうなんです。今シーズンはだから全試合あそこで見れるわけですよね。そうですね、ホームゲームすらあそこで応援してくれるということなんですからね。あとはNCAV さんの服一本男の CM も流されるかもということで、流しましょう、はい、あれスタジアムで流しましょう。もう見ない日はないですよねあの CM を。そう、今ね、今やっぱ年度末、年度末ですから、はい、これから新生活が始まりますから今多めに入れてますからね、入れてますよね、はい、はい、これ3月4月は重点的に入れますから、話題の CM も見れるかもということで、ね、あれはぜひビジョンで流したいなと思いますね、はい、その方も服一本男も
そうですね、いると思いますよ。ぜひ覚えていただいて、そうですね、ご覧いただければと思いますということで3月24日沼津戦のホーム開幕戦情報を、キム・コンチョンさんにお話ししていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。拍手はね、行きましたよ。やっと解いてくれましたね。やっといなくなりましたよ、あの方。どうですか、あれ、ドラと接点とかはあれ一緒に僕がやりましたか、半年。そっか、はい、朝日は初めてぐらい。初めてですね、はい、あ、苦手でしょ。いや結構でも得意です。得意なほうです。ドラさん得意な人いる。そんなこと言ったら来るよ、ぐいぐい。今あの雪江がお気に入りだからね。顔は雪江ですか。雪を聞いたけど朝日来ちゃうんじゃないかな。これね、ドラさんとの今シーズンちょっとコラボが見られるのかちょっと楽しみです ね。さあ、じゃ あのツイッターの方を見ていきたいと思いますが、朝日選手どこでそんなに焼いたんですか。でもそこですよね。確かに黒いですよね。そうですね、黒いですね。結構全部黒いんで。お、焼いてるんですか。焼いてないです、ジグロです。ジグロの、はい、でそれで外に行っちゃうから。そうですね、竹選手のようにあの日サロに行くっていうことはしてないです。1回もした。竹は焼いてるんですか。竹はね、竹結構あの気にしいなんですよ、これ。だからこう短パンのラインとかそういうのが好きじゃないみたいな。で焼いてるんですね。焼いてる。知らなかった。それ竹さんもね、かなり個性的な人ですね。ジグロ、ジグロです。お、じゃあ全然白くなったことがない。なってみたいですね、1回。なんかあるなら。じゃこれからどんどん黒くなっていくってこと。そうですね、もう夏になったらもう夜見えないと思います、本当に。それぐらいになる、はい、ちょっとじゃあそれだけ、じゃあ外で練習もしてるし、はい、まあそうですね、ってことでね、焼いてません。ちなみに焼いておりません。はい、あ、朝日さん、小牟田さん、はい、福島市の桜の名所ご存知ですか。小牟田さんは分かりません。だってなぜなら趣味がありませんから。いやいやいや、分かりません。もう完全に寂しい人じゃないですか。花見山とか忍山に行ってもらいたいっていう。あ、花見山ってあるのよ、教えてあげてください、樋口さん。行ったことある。花見山ね、うん、でもなんか今の時期あるっすね、桜の時期は。なんかあれでしたっけ、バスかなんかって。そうそうそう、ね、これからね、うん、ソメイヨシノの時期は交通規制があって、でシャトルバスで行かなきゃいけないんだけど、今は今で一年中楽しめるんで、今は今でまた楽しいんですよ、花見山。行ってみますね、ちょっと。まだまだ22とかで花をめでて、ああいいなーなんていうのはないでしょ。あんまりならないですね、やっぱり。まだまだですね、キラキラのネオンの方がテンション上がるでしょ、はい、そうですね、イルミネーションとかね。え、イルミネーションね。でもまあいいところなんで、これ小本さん合うと思いますよ。そうですね、一人で花見山とか結構合うと思いますよ。一人でちょっと歩いてみます、ね、そうそうそう、誰か行ってあげて。風もちょっとお願いします。コウタ行ってあげて。涙出てきますね、一人で歩いてたら。あとは忍山っていうと、これは何で言ってるんですか、この方は。教えてあげてください。なんて言ってるんですか。忍山、はい、でも桜は桜綺麗です、ね、あ、そうなんですね。ぜひ行ってください。行ってみますね。似合うとも一人でこう佇む、はあ、誰かと言っても写真撮ってくれる人もいないですね。いや、あの自撮りで、自撮りで。手長いんで。いや、手長いからそれで。寂しいっすね。ぜひ、はい、一緒に行ってください。朝日誘って、大卒多分来ないと思います。でも誘っても、はい、でせっかく誘ってもね、断れるとちょっとイラッとするもんね、はい。 まあ、いくら先輩でもね、誘っても来ないもんね、多分ね。さあ、あとは3節開幕は4連勝した時の2年前、あったんですね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありましたね。2年前にあった、結構直近ですね。直近ですね。結構直近ですね。そんな感じになっちゃうね、記憶が。ああ、お、なんかこれもプロレス観戦したんですか。あ、去年行きました、はい。群馬で。いや、どちら。国技館で。あ、国技館で、はい、国技館でやるとか。新日、そうですね、はい、行きました。 1.4 は、東京ドームだよね。違うの、東京ドーム、東京ドームとかでやってましたね。だよね。で、あ、じゃあそれでハマっちゃったの、プロレス。いや、めちゃくちゃ面白いですね、プロレス。
初めてなんかこう高揚した写真が今日一ですね。今日一その時はもう一人じゃなかったんで。今日一が出ました。もうマス席に4人で座って。もうぎゅうぎゅうもうでっかいの4人で座ってたんですけど。そこはもう高ぶりましたね。本当。はあ、でその4人とは離れ離れになっちゃったんですね。離れ離れですね。言ってあげてくださいシーズン。プロレス、プロレス。まあ面白いなんか。ね、大きな体がバチンってこう当たるのはね、音とかすごいね。あ、まあ、なんかうまくやってるらしいですけど、そういうのはない、ない真剣勝負プロレス真剣勝負、ね、いやでもめちゃくちゃ面白いですよ、ね、あプロレスあったよ、プロレス福島も来るからさ、じゃあ、あ、本当ですか、うん、その情報入れるね、はい、したら見に行きますよ、一、うんうん、人で一人でね、一人であのリングサイドでお願いします、あ、あの椅子取られて椅子結構巻き込まれる系ね、はい、やってもらいたいね、それね、コムにやってもらう。さあ、小本選手、はい、佐野ラーメンは有名ですが、福島のラーメンと比べてどちらが美味しいですか。ラーメン好きなんですか。ラーメンは好きっすね。あんまり食べられないよね、やっぱね。まあそうっすね。福島ではラーメン食べましたか。喜多方ラーメンですか。喜多方でも、結構福島県はね、喜多方ラーメンとかね、あと白川ラーメン、ラーメン多いね。喜多方しか知らないです。喜多方、喜多方ラーメン1回食べましたね。おお、どうでした。なんかシンプルですよね、結構シンプル、はあ、あの佐野のラーメンと、まあ、僕ラーメン詳しくないんですけど、ちょ似てる感じ。そうそうっす、なんか食って思いました。するよね、はい、佐野ラーメンも結構シンプルな感じで、うん、縮れてるし、ね、縮れてて、はい、そんな感じです。僕がすいません、引っ張ってしまいました。朝日さんに質問です。来てますよ。諸岡くん、ゆけいくんと3人で一緒にいる姿が印象に残っていますが、いつもどんな会話をしていますか。またよく話す先輩はいらっしゃいますか。いつもどんな話ですか、はい、どんな話してますかね。本当に学生みたいな話してますね。あら、どんな、例えば誰好きなんだ。いや誰好きなんだ、そんなそんな学生じゃないですけど、チョコ何個もらったんだよみたいな。何の話してますかね。今日の夕飯何するとかですかね。学生じゃなくても別に普通にするけどね。まあでも3人、ね、本当に一緒なんだね。じゃあね、一緒に、本当に一緒に、多分いつも一緒に、普通の練習がある日も結構晩飯はじゃあ一緒に食べてたりする、はい、全然一緒に。へえ、はい、これどんなキャラなの、ちなみに。諸岡と幸恵っていうのは。諸岡はなんかその最初に、一番最初に生まれながらにしていじられキャラとかいたんですけど、そんないじられキャラじゃなくて。そうでもないの、はい、実はそうでもない。そうでもなくて、多分ゆきえっていうのがもうすごいいじられキャラすぎて、あのなんていうの、いじってくださいって感じだよね。強烈すぎて目立たなくなってって感じですね。あ、ひょっとしたらじゃあ諸岡諦めてる可能性が。もう叶わないって言ってますよ。ゆきえには叶わない、ゆきえには叶わないって自分では。なるほどね。じゃあ今度そのゆきえが来た時はずっとシカトしてればいいんだね。あ、もうゆきえはそうしてもらって、うん、多分止まらなくなっちゃう。あ、なるほどね、はい、いじられると。あ、じゃあここは別々にブッキングした方がいいかもしれないですね、ひょっとしたらね、はい、あ、なるほど。でよく話す先輩はいますか。やっぱり先輩の寺前光太くんですかね。大学時代一緒にやって、はい、うん、何でも話せますね、やっぱり。寺ってどんな先輩だったんですか。いや、もうお兄ちゃんみたいな、ザ・お兄ちゃん、優しい人っていう、何話しても答えてくれるし。怒ることあんの、寺って。いや、怒られたことないですね。あ、怒ってるのも見たことないです、大学で。なるほどね、はい、優しいよね。寺ってどうですか。寺ですか、うん、いい子いい子。寺ってどうすか。いい子本当いい子だよね。一緒に飯食いに行ったりとか。そうですね。あ、してる、はい、へえ、優しいんだね。連れてってくれて。連れてってくれますね。そして飯をおごってくれたり。いいって言ってるんですけど、うん、いや無理だよって言われて。へえ、いい子、いい子だね。いい先輩です。いい子や。コムとは違うわ。いや僕もそろそろ高校の後輩いるんでね。マコとか。あ、そうですね、そっか、はい、なるほど。マコとヒロシは育英なんで全然被ってないですけど。結構育英の選手いるんだね。じゃあね、結構いますね、いろんなチームにいて。じゃあそこと行きましょうよ。そうっすね。花見山とか。
忍山。めちゃめちゃシュールですね、それ。男3人ですか？男3人で。あの高校時代のユニフォーム着て行ってください。いや、めちゃくちゃ目立つ。すぐ分かりますね。よたら前橋ファンがいいですか？すぐ分かりますね。黄色と黒ですからね。目立ちますね、本当に。そう。ね、着て行ってくださいよ。行きますか、じゃあ一回。そうですよ。そういうところから広げてってください。はい、僕が断られそうですね。どうしたんすか、コムさんおかしくなったみたいなですね。3選手に質問です。キャンプ中のエピソードなどがあれば教えてほしいです。今年は J ビレッジでキャンプを行いましたけれども、キャンプの思い出、樋口さん。俺からですか？はい。キャンプの思い出ありますか？別にいろいろあって、まあ、うん、いいキャンプでしたよ。いいキャンプ。実際動けたんですか？別にバチバチ。あ、本当ですか？大丈夫ですよ。大丈夫でした。余裕で。まあね、ちょっと動けない日5日間ぐらいありましたけどね、隔離島なんて呼ばれてましたけど、ね、あったんですか、その僕もあの宿泊するとき言いました、樋口から話してくださいっていうリクエストしましたけど、ね、なるべくあの距離を置いてくださいっていうのね、飛ばしておいたんで、残念ですね。大丈夫でした、僕はあの気合入ってたんで、あのかかりませんでしたから大丈夫でした。どうにもならないときもあるんです。いや、スポーツ選手になるんだな、人生生きてるやん、ね、なるんだな。ちなみに、あ、小牟田さん最後聞きますか。朝日はキャンプ、そのプロになって初めてのキャンプ、学生時代とはちょっと違ったみたいな、そういうのあった？ご飯が美味しかったです、やっぱり。あ、まず J ビレッジはね、そうです。結構そしてあの福島のリクエストも聞いてくれてたみたいな、こういう食事を出してくださいっていうので、でそれになるべく応えるような形で料理も作ってくれてたみたいだよ、 J ビレッジは。美味しかったです。あ、そう。そして快適だったでしょ、部屋も。快適ですね、本当に。誰と相部屋だと？で、僕はそのキャンプの前に、うん、そのインフルエンザになったヒロシと一緒にご飯行ってたんですよ。で、僕も一応最初に隔離されてたんですよ、うん、あ、なるかもしれないと、はい、お前はヒロシと言ってるから、そのヒロシと言った4人、僕と、なんかあれだね。はい、お前ら万引きしたんだよ。だからそう、だから僕もそうなんですよ。なんかさ、あの高校でありましたよね、あのお前らひょっとしたらなんかすげえやったんじゃないかな、見せてみたいな、はい、とりあえず別々に話聞くから、あのお前そこいろと。で結構最初に誰と行ったんだって言われて、これとこれとこうって、そしたら全員同じ部屋で、あ、隔離されてんのかと思って。そしたらその人は誰もかからず、他の部屋で続々と人数が減っていくっていう。あの人も倒れ、はい、この人も倒れ、本当にいなくなるんじゃないかと思いました、全員。練習に。じゃあ健康的、振り返ってみれば健康的にキャンプは遅れたと、ね、一番健康だったかもしれないですね。あ、なるほどね、はい、なるほどね。あ、よかったよかった。ちなみに小牟田さんはエピソードですか？はい、とか誰と同じ部屋だったんですか？僕は純也と、うん、チャミさん。なかなか、なんだろうな、それなかなか、なかなかじゃない。はい、うるせえし、はい、あとね、まともな先輩っていうかさ、うん、まともじゃない。あ、まともじゃない、彼は。彼は、あ、なかなかの部屋だね。そうですね、エピソードなんか、あるわけないですよ。なんかね、その純也とチャミさんは一緒に携帯ゲームとかやってて、僕は一人ベッドの上、それを一人かよ。ここでもっか、そこでもっか。、はあ、入ってくれよ。いや、僕できないですよ、それ。ダウンロードしてよ。ダウンロードしようかなと思ったんですけど、なんかやったことあるゲームだったんですけど、僕には向いてないゲームだったんで。いや、そこじゃない、コン。はあ、やっぱこう、なんていうか、その無理やりにでもね。そうなんですよ。あ、そこだよ。そこっすね。とりあえず入ればよかったっすね。そうだよ。もうまあ過去のことだけどね、はあ、とりあえずダウンロードしますわ、一回。ダウンロードしてください、はあ、え、寝る時とかその相部屋ってさ、もう僕は経験ないんだけど、おやすみっつって寝るの？いや、なんかとりあえず純也が一番この電気のスイッチに近いところにいて、うん、電気消していいですかみたいな感じで、みんなこうなんかこうゴロゴロし始めて、うん、で電気パッて消えて、うん、そしたらいつの間寝てるみたいな感じです。あ、なるほどね。特にお休みは、お休みとかね、チュッとかないの？おはようとかありました。僕たちはおはようって言いました。おはようって、はい、起きたら、そうなんだ、おはようって言ってました。でまだ出てくんなよって言われるんでしょ、でも、まあ、いや、まあでも練習の時は大丈夫なんですけど、隔離されてるだけで。部屋は、なるほど、ね、はい、一応、なるほどね。ひぐさん一人部屋
まあいろ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 部屋移動があったということでね、もうね、でももう万全ですから、シーズン前のことですからね、さあ、来てますよ、いわき FC の話しようったんですけどね、まあまあ、次ですからね、はい、次ね、はい、そんなね、いつまでもね、はい、シーズンってもう僕もびっくりしましたよ、あの初めてでしたね、あのゴール相手チームのゴールをあの叫ぶっていう初めての経験をさせていただきました、あくまでも中立ということで、あの MC させていただきましたけどもね、うん、あの複雑な気持ちで僕はあれから300キロ移動しましたね、いわきからいろいろありました、ね、もう本当頑張りましょう、はい、あさあということで、そろそろ、あそろそろ時間ですよ、こんな何も話してないのにやっぱ時間はあっという間ですね、あっという間ですね、はい、いや結構僕はあの長かったんですけど何を小牟田さんから引き出せばいいのかって、じゃあ前橋育英ラインでまずは食事会を開いてください、ね、一度よろしくお願いします、断られなければ、はい、じゃあ、3人にこれ恒例なんですけれども今シーズンのまあ目標っていうのを書いていただきましょう、最後ね、あのでサインも入れてください、サインもね、ペンありますか、はいペンあります、はいペンあります、はい、はい、ペンあります、あ空いてるスペースにお願いしますよ、空いてるスペースにね、空いてるのあんのかな、あこれ昨年のやつも引き続きやっぱ資源を大切にしてるのか、空いてないよ、どうぞ、俺が書いてどうぞ、来世は頑張るってことなんです、空いてるのかもしれないね、空いてるとこありますか、空いてるとこ、あこれですね、両方とも空いてるとこお願いしますね、両方とも空いてるとこ、両方とも、あこれ大丈夫です、あこれ大丈夫、はい、表裏空いてる誰が書いたんですかねそれね、あ、タケです、それは、はい、空いてるかな、あ、それ、そこが空いてるかな、これいいね、これでいいっすね、んこの、薄く見えてるんですけど、いや、それは使わないでください、そこは、はい、大切にしたいと思います、はい、じゃあ、そいいですね、ここで、はい、今シーズンの目標お願いします、もうあの2桁ゴールというのは小牟田選手からありましたから、あとちなみにですね、この生配信は、皆さんこのカメラの後ろ側でサポーターの皆さん座っていただいておりまして、はい、で皆さん観戦していただくんですが、この生配信終了後ですね、毎回 出演していただいた選手にサインを書いてもらってます、でこれの抽選なども行っておりますので、お時間あればぜひ、この生配信の時はですねお越しいただければと思います、もちろん無料です、駐車場もあります、何でしょう、はい、サインからサインから書きますか、サインから、どういう目標ですかこれ、いやでも樋口さんやっぱりフォワードじゃないですかポジション、なんか移籍した1年目15ゴールって言って15ゴールしてないじゃないですか、やっぱり今シーズンはやっぱりちょっと見たいですよね、今シーズンはシュート打ってないですかね、シュート打ってないですか、ちょっとお願いしますよ、やっぱり任しといてください、はい、それか、2人目個人なんですかこれ、なんで見ない、それはまあ、おじおじ静かになっちゃいましたね、やっぱり家庭のことを話すと静かになりますね、これね、どの旦那さんもそうだと思います、いいですか、じゃあ日付も入れてくださいってことですね、日付も大体忘れてしまうんで、今日は3月20日ですね、3月20日かな、3月20日ですね、はい、じゃあ小牟田さん最後で、じゃあ樋口さんからいきましょう、どのカメラに行けばいいですか、このカメラでいいですかね、あのカメラに向かってお願いします、じゃあお願いします、はい、呼んでください、フォワードらしいプレーをする、お具体的には、具体的には、はい、特にないんですが、はい、やっぱ得点じゃないですかやっぱそうですね、はい、それが一番サッカーの醍醐味なんで、はい、楽しみにしてます、ホームでより多く決めて、どんなゴールでもいいんで、はい、かっこいいゴール決めたいと思います、よしお願いします、お願いします、じゃあ朝日行きましょう、あのカメラに、はい、全試合に絡むおっていうのを今シーズンのはい、若狭さんって選手がいましてね、はい、うちには、はい、
彼は昨年車をもらったっていう。そうですね。そのお話知ってますか？知ってます。 CHR でしたっけ。ねえ、すごいことですよね。ちゃんと乗ってますか彼は。乗ってます、ね、乗ってますか。乗り回しています。やっぱりこの1年っていうのは大切になってきますから、よろしくお願いします。お願いします。でさらにオファーも来る可能性もありますからね、ぜひここから飛躍してください、怪我なく。はい。さあということで、今日はですね、石渡選手そして樋口選手来ていただきましたけど、ちょっと待ってください僕聞かなくていいですか。いやいいかなと。えいいですか。もういいかなと。いいですか。大したことない。多分でも僕はフォワードですからね。あ、そうですよね。フォワードですもんね。じゃああのカメラに向かってお願いします、はい、友達をたくさん作る作りましょう作りましょう今シーズンの目標はこれで。そうですね、はい、友達作って、はい、で生活も充実させ。そうですね。そしてサッカー選手としても充実すると、はい、そうっす。友達ができればサッカーも充実しますからね。ねえ、はい、やっぱオフ一人っていうのはちょっと悲しいよね。寂しいです。ちょっとあの後輩もなんか言いづらいですもん。やっぱりあ、コモさん一人なんですね。いじりづらいですね。ちょっと一人さすがに、さすがにそれはできない。ぜひ、はい、作ってください。そして花見山、しのぶ山、はい、福島の名所、いろんなとこありますから、はい、出かけていってください。ここはい、じゃあもし街で見かけたりしたら声とかかけてもいいんですか。あ、全然大丈夫です。はい、大丈夫ですか。はい、あ、本当ですか。寂しそうにしてると思うんで、ぜひ声かけてください。はい、コモを見かけたら、あの 背が高くてね、あの目立つと思いますから、ぜひ声かけていただければと思います。はい、さあということで、本当にね、今回はこの3人でスタートしまして、どうなるかというのをちょっと不安になりましたけれども、本当無事に1時間終えることができました。無事に開幕戦ですよ。そうですね、あのこれ重要だと思います、はい、ホーム開幕戦です。ぜひ勝利、はい、勝利目指して、そしてあの怪我なく、二人には得点も決めていただければ。頑張ります。でもそう言っといて朝日が決めるっていう。決めていきたいです。見たいです。よろしくお願いします。はい、で次回のユナテレなんですが、3月28日木曜日午後7時からを予定しております。同じくここ福島市の NCV、福島センターから生配信しますので、お時間ある方ぜひこの現場にもお越しいただければと思います。ということで今日は樋口選手、小牟選手、石渡選手にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただきましてありがとうございます。じゃあこのカメラ向かって、はい、ありがとうございました。次回は3月28日です。ありがとうございました。ありがとうございました。